皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回も龍が如く6パート5始めていこうと思います。いやここさポケサーサーキットやったのにもう下行けへんくなってて、看板を見るに地下1階はもうスナックと焼き鳥屋と立ち飲み屋になっちゃってんねん。ポケサーファイター今何してんねやろうな。このまだこのまだこの時代は平成やんな、令和じゃなくて、この平成の時代にポケサーサーキットがなくなったポケサーファイターは一体どこで何してんねやろう。ほんで今回と前回の間にですね、ちょっとやってきたことが一つは、まあ、大したことはないねんけど、これプレイスポットのさ達成目録112個もあんねんけど、まあやったの1個だけでちょっとぷよぷよを触りました。ぷよぷよで累計10勝っていうのだけ達成して、もう次20勝っていうのが出てるんですけど、これもライバル5人倒すっていうの出てるけど、まあ10人いるからここ5人倒し終わった後ここに10人倒すって出るんやろうなって思ってます。まあこの辺の達成目録は全部は全部見せれへんからさ、あそうそう、ライズアップチャレンジとかいうのもあんの発見したけど、まあ、ちょこちょこは見せつつも一部はもう動画には入れずに勝手にやっちゃおうと思ってます。ほんであと所持品で、金庫、鍵を拾って開けるやつはちょこちょこ、見つけて、この筋肉の書とかね、金庫で、手に入れたんですけど、まあこういうのも全部は全部、たまたま動画撮ってる時に拾ったりしたら開けていきたいんですけど、基本的には動画外でやろうかなと思ってます。ほんでなんでか知らんけどさ、鍵かなと思ってピカピカ光ってるやつあったから拾ったら、堂島宗平の写真っていう、めっちゃキメ顔の堂島さんの写真拾ってんけど、これ貴重品で何に使うか今のところは全然わかりません。そんなもんかな。あと今回から所持品がさ、なんか結構いくらでも持てる感じがしてコンビニでお弁当も全種類、肉まんも大体見つけて新しく見かけたやつは買ったりしていっぱい買ってきました。だからあのホームレスのおじちゃんは選び放題で何でもあげようと思ってんねんけど、まずはちょっと先にこっちのはるかちゃんに憧れてる子なあ、お前やってからな、何？お前ははるかのファンなのか。メインストーリーやろうと思います。そうだよ、あ、もしかしておじちゃんもはるかちゃんのファンなの？大ファン。ああそうなんだ、俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ、おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ、変なの？変じゃないって、仲間やろ。おじさんはるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに今はどこにも売ってないの。いや悪いが俺も知らねえな。はるかちゃんのそっか、あっやっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。まあ理由としてははるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。あ、その時？いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるか、なんて言ってた？なんて？私も友達作るのは上手くないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなことちゃんと、
それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。あ、そう。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？え、優しいところだな、声だな、顔だな。こんなんじゃない。優しいところもそうやけど、もう全部全部、まあ全部っていう意味ではこれも含まれるんかもしれへんけど、優しいところだな。優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。あー、見てくれてるな。はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。ちゃんと生身のはるかちゃんを。どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？見てくれてる子やな。そうか。変なの。はるかちゃんがこの子の存在を知ってくれたら。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、うん、俺がはるかのグッズを探してこよう。うちも欲しいし。おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。名前。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺はキリュウ。あ、本名行くんや。キリュウって名字でしょ。名前を教えてよ。はるかちゃん言っちゃった。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった、待ってるね、カズマおじさん。ここはお得意の。はるかのグッズはどこで買えるんだ？お得意の偽名で。まずは本気法店にでも行ってみるか。まあ大抵のものは売ってるからな。わかった、ドンキね。コンビニとかにはないやろうからな。いや、今回ばっかりはちょっとお得意の偽名で行った方が良かったんちゃうの。はるかちゃん堂々と、それこそ例のコンサートで私の育ての親は桐生一馬ですとか言ってたはずやから、まあとりあえずドンキホーテ行こう。でもな、さすがにドンキでも回収されてそうやけどな。もっとなんか裏のコレクターズショップみたいなとこないんかな。チンピラやっとく？やっとこうかな。ヘイ。あ、そうそう、そういえばあとやってきたこととして、ちょっとチンピラと会うたび戦ったりして経験値貯めながらやってたので、時間食っちまった。キリュウちゃんがほんのちょっと強くなってます。ほら、トータルランク D やけど、あ、前はもっと低かったっけ？ E やったりしたっけ？攻撃と回避が C とかになってたり、バトルスキルとか他 D になってたり、ちょっとずつ成長してます。はい、ほんでドンキ行こう。あ、海外の人向けのなんかお土産売ってる、ジャパンマグネット。実際な、新宿のドン・キホーテもなんかこういう
海外の人に向けた感じのグッズこうお店の前の方に出してたりするから、だいぶ現実に近い。これなんだろう、漢字 T シャツ。クセモノいいやん。こっちはかわいい、なんて書いてある、着ぐるみパジャマ。あーなるほどね、大人着るにはちょっとちっちゃそうやけどな。前はほんであるかな。あ、そっか、お店の中も結構見れるんや。メンズソックス250円。楽しい。他になんか売ってへんかな、トイレットペーパー。実際はなもっと広いけど、あ、ここにも着ぐるみパジャマ売ってる。まあいいや、店員さんに聞いてみようか。いらっしゃいませ。そういえば、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。そのために来たんやね。売っているか聞いてみようか。はるかのグッズについて尋ねる。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか。沢村はるかさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、もう事務所の社長も亡くなったりして。お待たせいたしました、お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。ほんま？アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。ありがとう。そうなのか、よく知ってるな。優しい。よく遊びに行くもので。いやすみません、差し出がましいこと言って。いや助かった。うん、ありがとう。お金あげたい情報料払いたい。ありがとう、あの人めっちゃ優しい。まあ製造中止かつもうちょっと前の、まあアイドルになっちゃったから亡くなっただけで、なんか回収とかされたりしたわけじゃないんかな。むしろなんかプレミアついたりしてそう。ほんで、なんて言ってたっけ、あれ、あ、劇場前の方や、劇場前の方行こう行こう。ここのクラブセガなんかさ、透明のガラスな感じがなくなって、なんか閉鎖的な感じになっててさ、ちょっと怖いねんけど、クラブセガ。あれはアイドルファンってのはあいつらのことか。え、ほんまか。片っ端から話を聞いてみるか。ただのお客さんの可能性めちゃめちゃあるけど。ほんでさ、今回クラブセガにさ、見てわかるように UFO キャッチャーないねん。 UFO キャッチャーないの今作。まあ話聞いてみようか。こんにちは。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。あ、なんだよおっさん。沢村はるかってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村って誰だっけ、なんか聞いたことあるような気がするんだけど、俺夏メロには興味ないんだよね。夏メロだと。やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。まあ、そういう楽しみ方をする。うん、昔のアイドルはよくわかんねえや、すいませんね。人がいてもまあしょうがないよな。 それは別に責められることではないし、ちょっと悲しさはあるけど。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。さっきの人よりかは印象いい。沢村遥香ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村遥香、すみません、私全国区のアイドルには疎くて。あ、地下アイドルだけ。全国区には疎い。私はご当地アイドル専門のファンでして、テレビとかに出ているようなアイドルには興味がないんですよ。はい、今はもう出てないけど。地方でけなげに頑張っているアイドルを応援するのが私の生きがい。北海道から沖縄までのご当地プロマイドをコンプリートしちゃいましてね。すごっ。見ます。また今度な。また今度な。
いろんなタイプの人いるな。この人もそうなん？ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。むむ、何ですかな？拙者に何か？クセ強いな。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村遥か、ちょっと存じませぬな。最近のアイドルですかな？いや、もう3年前ってそんな感じ？3年前に引退したアイドルなんだ。だから最近というわけでは。それは最近ですな。何？最近というのも私、昭和アイドルのファンでしてな。平成に入ってからのアイドルは皆同じに見えてしまう。全く困りものですな。そうなんだ。ここすごいな。聞く相手を間違えた。忘れてくれ。またれい。え？あなたも私と一緒に70年代歌謡コレクションを聞きませぬか？魂が震えますよ。ちょっと急いでるんで。いい。この人らさ、仲間見つけるの一苦労やろ。いくらクラブセガで集ってても結局自分一人なんじゃん。同じ同士は。この人はクラブセガの説明してくれるだけかな。いらっしゃいませ。ようこそセガへ。この店では懐かしのアーケードゲームがプレイできます。え、アーケードゲーム懐かしの。あ、これ龍が如くゼロであったやつやん。なんだっけ、名前アウトラン。そうか、アウトランはなんとかクリアできたんやったっけな。え、こっちハングオン。あー、ハングオンか。え、これもやらなあかん。達成目録で。あー、うわ、これ苦手やった。スペースハリアやらなあかんか。やらなあかんのか。またあの地獄を。あんまり得意じゃなかったんな。あ、ダンスは上にあって、あ、ファンタジーゾーンや。うちこれが一番あかんかった。ほんであの人は話せる人。あ、違うわ。あ、この人か。お、ちょっと待って、 T シャツはるかちゃんのじゃん。沢村はるかって書いてありそうじゃない。うん、沢村はるかって書いてある。やばい、ちょっと話聞かせて。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。その T シャツ。沢村はるかってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥かと言いましたか。言いました。 ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう。あ、どうし。何、彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那。突如引退を宣言した伝説のトップスター。伝説にはなってそうよな。あなたはその沢村遥さんのファンであり、僕の同志というわけですね。それでいいです。 ああ、そうだ、はるかさんの歌に俺も心を打たれてな。キリュウちゃん聞いたことある。ちゃんとグッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かにはるかさんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。プレミア化してんの。さらに時間も経っているため、今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが、実はつい先ほど激レアはるかさんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね。へー。これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。え、いいんですか。本当か。それはどこの店なんだ。あなたも欲しいんじゃない。ですが、あなたがはるかさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単なはるかさんのクイズを出します。え、うん、それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。約束だぜ。では問題です。沢村はるかさんがプリンセスリーグ初登場した時に歌った、え、あの超有名な曲のタイトルはなーに。初登場。ああ、そういうことね。こんなんじゃない、あんなんじゃない。違う、そういうことじゃない。いや、もううちこれちゃんと当てに行くから。こんなんじゃないです。こんなんじゃないだ。正解。
でしょう。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたね。簡単すぎですよ。ではお教えしましょう。これでいいんですか。ハルカさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。おですが激レアですからね。他にも狙う同志たちがいるかもしれません。同志屋といいねんけど。頑張ってゲットしてください。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。同志に会ったらさ、ちっちゃい子供が女の子が求めてるねんってしっかり説明したらもう譲ってくれそうなもんやけどな。キリュウちゃんがただのファンで欲しがってるならもうじゃんけんでも何でもする必要あると思うけど、ちょっとこっちはあの、あ、何だっけ、あのちっちゃい女の子の名前何だっけな、あの女の子の名前が出てこうへんけど、あの熱心で本当にはるかちゃんのことを分かってくれているあのファンの大事なファンの子、あの子のために何とか手に入れへんと。よし、失礼。恵比寿屋、こんにちは。いらっしゃいませ。買いに来たでいいんかな。5万円アイドル時代のはるかの ブロマイド、たっかー。カリスマの写真8400円が安く見えるな。敵に絡まれやすくなる。あー、まあ防弾ベストも欲しいけど、まあ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 いいよ、全然買えるし。購入する。2枚欲しい。もうないの？ありがとうございました。いいえ、これで、あ、彩香ちゃんか。彩香にはるかのプロマイドを届けろ。で、行こう。誰かに奪われる前に行こう。よし、買ってきたよ。5万円もしたとは絶対に言ったらあかんな。貴重品？はるかのプロマイドか。プロマイドとブロマイドってどっちが正しいんやろ。プロマイドってプーやんな、あれ。ああ、これ。ああ、これ渡すんか。ちょっと惜しい気もするけど。あげよう。あ、カズマおじさん。ただいま。誕生日プレゼント。さあ、誕生日やしな。すごーい。綺麗な写真。大事にしてな。ありがとう。いいよ、いいよ。大事にするんだぜ。あ、でもお母さんにバレへんように。一生の宝物にするよ。嬉しいな。早く帰って飾らなきゃ。バイバイ、おじさん。本当にありがとう。ああ。気をつけて帰るんだぞ。気をつけて。ふう、喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。お母さんに見つかってビリビリにされてないかな。あれでもサブストーリーカンってならへん。え、お母さんに見つかる描写ある？見つかる描写ある？終わってないもん。彩香に喜んでもらえた。彩香にはるかのプロマイドを渡すことができた。喜んでもらえてよかったぜ。続きあるやん。え、ちょっと動いてたら、ちょっと動いてたらなんかどっかに出たりするかな。ちょっとうろうろしたりチンピラと喧嘩したりしてみてんけど出てないな。なんか出会いに行かへんとマップには出えへんのかな。ちょっともしかしたら今の段階でできるんかもしれへんけど、一旦このホームレスのおじちゃんに話しかけようか。え、うちが選ぶの？どうせならおじちゃんに選んでくれ、おじちゃんに選んでもらいたかったな。まあ、せっかくやから高級焼肉弁当をあげる。回復量すごいな、結構。うん。まあ、せっかくやからここで別にケチってもあれやし、高級焼肉弁当を食べて。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。お茶もあんで。すまないな。腹減った。食べて食べて、感想を聞かして。食った食った、久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。
秋山さんの居場所を教える。うん、確かこのすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。どこ？そこに、そういえばマンホールあったな。この下に降りてみな。冴島さんが素手で開けてた。こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。サイの河原ってどうなってんの？いつもあったらこの先サイの河原やったよな。めっちゃ簡単に開けるやん。折り方プロやな。なんかルパンみたいな音楽、ルパンが泥棒してる時に流れそうな音楽やけど。いや懐かしいこの感じ。なんかここで喧嘩したよな、秋山さんと谷村と。あ、え、もしかしてここ、目的地もここになってる。なんか古い二層式の洗濯機まであるやん。え、お邪魔します。秋山か。うん、あ、あれ、あ、本物ヒルさん、久しぶり。久しぶりだな。いや、まあその、どうぞ座ってください。いや、まあいろいろ大したお構いはできませんけど、いろいろなんか知ってはいんねんで。大変やったな。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあ花ちゃんはなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。かっこよすぎ。商売上がったりなところに、あの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そっか。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし、なんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前なら遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。遥ちゃんは？え、知らなさそう。朝顔に戻ってるんじゃないんですか？あ、はあ、これは期待できなさそうやな。そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、桐生さん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。花屋さんどこ行こう？俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。ん？ん？ちょいちょい、これ秋山さん狙い？え、あ、あのヤバい人や。あちゃ、首かっきる人。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。バレましたね。文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。え、キリュウちゃん、つけられてた？目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。やばいで、あの人。会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。でもまだかっこいいからすごいよな。そして一日尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方、
なるほど。雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。さすがにご存知？東女会元四代目会長。二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。なまりまくりやねん。朝のラジオ体操は欠かさなかった。スウェーの練習もしてほしかった。健康的ですね。哀れだが極道は死に場所を選べない。もう肩着やねん。二人ともドブに沈むがいい。てか二人とも肩着やねんで。もうやんの？そう、そこまでの準備してきてないかも。そっか、こういうことありえるような。そうやんな。あ、とりあえず拾って。あー、やめて。はい、あー、ちょっと待って。エドって人はやばいから、タコからやりたい。秋山さんもやってくれてるから、とりあえずザコをやりたい。これを掴んで、ちょっと技を覚えたんですよ。よしよし。じゃまずはです。周りを潰して、さすがに増援は来おへんよ。ちょまずはあのマグじゃない、ストーン。よし、ほんでこの人何っていう人でいいの？なんて呼ぶんやろ。はい、よいしょ。よし、これでもうエイドだけじゃん。ファイク。それボタン押せ。おお、やるやん。もうこれで死ねやろ。掴むとかそういう直前かしいことできる？秋山さん。秋山さんの方が全然体なまってないな。ぶっ殺してやるよ。いや、こっちももうそのつもりですよ。ああ、共同できてる。うわー、やばいかもしれない。うちいいとこ全然ない。ちょっとやめて。お腹刺されましたけど。ちょっと待って、ひどくちゃ何も出せへん。掴めへんもんな。もうそしたらもうこの辺のもの持って、はい、とりあえず出しとこう。なんてことない、ヒートアクションやけど。終わった。全然かっこいいところ見せれへんかった。卑怯な連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。最初一人じゃうかったやん。よく言うよ。そこに倒れてる4人はあんたのお仲間だろう。またやることになりそう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。そんな気はします。まあこれで終わるような人じゃないよな。連れてくってよ。これ残してかれても困んねん。正直俺一人で手に負える相手じゃありません。うちも今は一人無理。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。うちも助かったよ。それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。あのエドっていう人もペーペーのペーペーなんかな。もしかしてもっとヤバい人いる？いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな秋山、せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。お前な。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。こっちのか。伊達さんからだ。おう、連絡先。今どこだ。交換してたんや。田室町にいる。
児童公園で秋山も一緒だ。そうか、二人とも今すぐ東都病院に来られるか。ん、悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、はるかがカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ。はるか、カムロ町にいたのか。事故？とにかく話は病院でいいな。よく伊達さん教えてくれた。生きるか死ぬかも。ああ、ちょっと、キリュウさん。東都病院へ向かえ。え？行くけど、時間はちょうどいいので、今回はここまでにしようと思います。これさ、下水道下戻ろうと思ったら戻れるんや。へえ、危な。ここ児童公園やねんからさ、一応子供が入るかもしれんから閉めといた方がいいで。まあ、じゃあとりあえずは、あ、タクシーで移動する感じか。まあ、今回、あ、どうした。急に降って湧いたな。ちょっと話しかけるだけ話しかけとこうか。あ、カズマおじさん、よかった、探してたんだよ。はるかちゃんが今な、これ絵を描いたんだ。え、もしかしてこれは私とはるかちゃんとカズマおじさん。俺もだって、はるかちゃんのお父さんってカズマおじさんでしょ。あ、やっぱどうして。いや、はるかちゃんの本やで。最初にお話してた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。名前ってわけじゃないんや。私、お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに、私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。この子の観察眼すごい。はるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく書けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵、はるかちゃんにも見せてあげたいな。あ、絶対見せるから。俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？うん、約束だ。ありがとう、おじさん。よかった、病院行く前に。こんな時間、早く帰らないとママが心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。ああ、任せておけ。彩香が描いたはるかたちの絵。あー、よかった、病院行く前で。これ絶対に見せな。ここやんな。あー、めっちゃ大事これ。これ絶対、あ、ちょっと泣きそうになるわ。はい、じゃあ、今回のパートはここまでにしたいと思います。もう次はもう絶対東都病院までまっすぐ行きます。はい、ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね、バイバーイ。